日本プロテスタント聖書信仰同盟は聖書信仰のクリスチャンの連絡機関で日本福音同盟の三創立会員の一つ。プロテスタントの選挙が開始されてから100年目にあたる1959年の日本選挙100周年記念聖書信仰運動大会が行われた。この年は選挙100周年を記念して聖書信仰派とエキュメニカル派がそれぞれ別に集会をした。 1> 翌1 9 6 2年2月、聖書信仰の運動の継続のため、日本プロテスタント聖書信仰同盟を発足した。全国で聖書信仰の周知のためにセミナーを開催した。文書による活動では、帰還し、聖書信仰を毎月発行した。また、現代と聖書信仰、なぜ聖書信仰が必要か、聖書信仰と日本の精神風土、 対話の中の聖書信仰等の単行本も出版した。JPC の信仰を明確にするために、小山礼二の聖書の権威が発刊された。聖書論論争を経て、日本プロテスタント信仰同盟の総会が1987年2月5日に出した聖書の権威に関する宣言により、全敵無護性が福音派の合意として確認された。 堀川勇、松尾武氏を中心とする聖書、翻訳特別委員会が設けられた。ここでは、口語訳聖書とは別の翻訳の必要性が訴えられた。口語訳が自由主義神学の影響を受け、キリスト神聖を否定する翻訳だったからである。日本プロテスタント信仰同盟は、日本聖書協会に代表を派遣し、説明と訂正を求めたが、日本聖書協会総主事、 宮古達ね太郎はこれに応じなかった。この働きが新海薬聖書の発行につながった。日本における、福音派の歴史、P228 から229、日本キリスト教宣教師、P336, 藤原藤夫、聖書の和訳と、文体論、キリスト新聞社 ISBN48 億7395万635新海薬聖書観光会。 聖書翻訳を考える。新海訳聖書第3版の出版に際して、命の言葉社 i s b n 4 2 6 4 0三千3 1 5 7内田和彦、キリストの神聖と三位一体命の言葉社、伊豆田明、日本における聖書と、その翻訳日本聖書観公開、小山玲治、今も生きておられる神。ありがとうございます。